はい、皆さんどうもです。もうすっかりね、朝になっちゃいましたね。さっきまであんだけ暗かったのに入れなかったんですが、ホワイトスラムってところにね行こうと思っています。その、道中にこのような施設がありました。まだ機械動いてますね。ここはもともとあった売店とかをいじったんでしょうかね。改造したりとかしてね、もうトイレとかもトイレ丸見えやん。あれカットしてね、ここに置いたんでしょう、物を。で、昔ここはちゃんと売店やっただろうという感じの。では便器を、トイレほんまに真っ二つにしたんやんな。しかもこんな便器こんな連続で。いや、もともと作ってた、作ったお店もおかしいですけどね、こんなに。はい、よいしょ。ここは動いてますね。で、おそらくなんですが、この真上にね、ホワイトスラムという、廃墟といいますか、チーンスポットといいますか、があるらしいんですが、行ってみますか。よし、そしたら、また上行ったら、再撮影したいと思います。はい。ちょっとね、登ったところに、このような、崩壊した建物がありましたね。もう土台かな、どっちかというと、もともと建物だったと思うんです。思うんですけども。で、なんかこっちにもありますね、また。これも何やろ。階段があったりとか。やっぱ宗教関係なのかな、やっぱ崇拝するためのなんか施設だったんでしょうかね。上に曲がったのかな。ちょっともうちょっと上行ってみましょうか。はい、ね、あそこから、いや、10分ぐらいかかったかな、登って。はい。あー、しんどい。なんかね、いろいろなものが残ってますね、コンクリート。でね、あそこにね、奥に行くとね、建物が見えるんですよ。めっちゃ気になりますよね。あれ、これ、まんじちゃん。あ？まんじ。この、家紋は、お寺とかにある。あ、なんかいろんなもんしてたな。なんか壊されちゃったみたいな。あ、そっか、もともとあったやつか。あ、自分どうしたんや。本当だったらこんなとこ行きたくないです。仕方ないですね。うん、よかった。こんな山奥に、うん、ありましたね。おお、何の建物なんでしょうかね、これ。消火栓が。ドクター行ける？うん、あ、でも一見入れなさそうに見えて、入れますわ、ここから。開いてますね、ここ。行きましょうか。お邪魔します。ほら。なんかこうなってますね。ホワイトスラムという名称がありますけども、ここはその一部の建物なんでしょうか。うわ、すげえ、でっけえ、シャンデリア。結構金があったんでしょうか、この宗教は。これ以上ないな、先は。さらに真上あったもんな。
当時を思わせるなんかね、カレンダーとかもないですね。ここ今探したところ。2階ありますね、行きましょう。2階がかなり気になります。2階は洗面器とトイレかな。お、なんか書いてある絵が、うん、すごいすげえ、なんかすごいぞ。いいとこじゃないですかうわ、すげえ。だるまさんや、なんて読んで書いてんやろ。こっちのがすごいっすよ。うわ、龍ですわ、龍。昭和51年。へえ。いや、これ結構リアルだな。いいっすね、なんか和風な畳とかも。もったいないな、なんかまだこれが綺麗な状態に残ってくれててよかったわ。他の部分はもう汚いですよね。ボロボロですけど、ボロボロになってますけどね。こっちなかったかな。じゃあここまでかな、ここは。さらにね、上になんか続く道があったんで、ちょっとね、さっきさらに上に行きたいと思います。